はい、それではですね、今日は、去年もね大変大好評だったんですが、マルチグランピングテーブルの、マーク2ができたっていうことで、今回はご紹介をさせていただきたいと思います。もういろいろとモットーのテーマはモットーとしてどうのこうのって書いてましたけれども、まず、そこを制作者の、熊谷さんに、お話をしていただきたいと思います。では熊谷さん、去年に比べてどこが改良されたマーク2なんでしょうか。はい、今回ですねリニューアルしましたのは、前回は三つ折りでございましたが、前回は三つ折り、はい、今回は二つ折りと、今回は二つ折りにバージョンアップしたということですね。はい、スピーディーに、スピーディーに畳めるという形ですね。はい、まあ実際今セットしておりますが、はい、今解除しています。はい、この四つのここを解除しました。これがこのこれをですね解除ですね、解除もワンタッチ、ワンタッチ4箇所、はい、4箇所のワンタッチスイッチで、解除すると、はい、ストッパーを解除するとね、はい、これを、はい、おお、こうなるんです。おで、まず今これ取り外しいたします。おお、まずウイングの板を外すと、はい、で今度はこれを取ります、ね、うん、ちょっと規制ですからちょいと、はいはいはい、一旦、なんだ、また一旦ロックするの？これちょっときついんですよ。きついの？あ、そっかそっか。はい。あ、なるほど。あ、改良しなきゃならないと。ああ、まだちょっと改良の余地があるんだけど、まあ一応マーク2ということでね。はい。で、こういうような感じで。ああ、なるほどなるほど。固めるわ。ああ、じゃあ逆にその板はつけたまま畳めるってことでもあるの？つけたままですとバタバタと。ああ、バタバタと外れる可能性あるわけだ。だから、はい、この3枚だけは外して。なるほどなるほど。ああ、なるほど。はい。はあ。いっぱい凝っておりまして、うんうん、こういったいろんな網を、いろんな網、はい、網を使えるということで、うんうんうん、ここにこうしますか。ああ、そこが移動できるんだ。ああ、なるほどなるほど。このサイズより大きい網でもここは使えますよ。なるほどなるほど。落ちますから、うん、落ちますから、うん、今逆にこう直火に近いような形でも使えると。そうですそうです。ですああ、なるほど。そこにコンロ入っております。はい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 。これを外しますと、ただこれを外してですね、うんうんうん、こうコンパクトにできるということです。ああ、なるほど、はい、さらに使いやすくなったというか、畳みやすくなったという形ですな。はい、そしてここにですね板を乗せますと、まだできてませんが、うん、はい、乗せますと前回みたいにコンロを、なるほどなるほど、うんうん、この卓上コンロを、ここのネットのネットというか格子の上に板を乗せれば、ここに置いて前回みたいに使えますよと、鍋も使えると。そうです、はいはい、でこれはですね、うん、使うときにこれをここの段に上げまして、うんうんうん、これを2箇所やるだけで、うん、これもこのまま使えるんですよ。なるほどなるほど。上にこれ上げるだけで、うん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 、一つこうつやると使えますから。なるほどね。そうすると、まあオールシーズンとは言わなくても、少なくとも3シーズンは使えると。使えますね。はい、これまで今回改良して。改良して。はい、なるほど。はい、なるほどなるほど。そんなところです。はい。それいろんなところに。キャンプとかなんかやるときですね、うん、コンパクトに畳めて持ってきますよ、うん、いう感じで今回ですね、はい、うん、はい、結構キャンプの時とか、テーブルと、はい、そのこのこういうコンロと置き場所っていうか、あれが困るですよね、はい、結構ね、はい、うん、でなんかこう飲み物と焼いたものを乗っけるお皿と、どこに置いたらいいんだろうとかってなりがちなんだけどね、うん、はい、
なるほどなるほど。感じでコンパクトを中心に今回は考えています。なるほどね。なるほどなるほど。まだ今元に戻します。うん、はい。でこうやって板をはめてってテーブル、まあ、ウイングテーブルという形でロックすると。なるほどね。まだちょっとね調整の余地ありっていう。もうできてばかりですからね、できてまだ1日できてまだ1日。いや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 、ですから多少の調整が今かかるんですね、なるほどね、こんな感じで。まあコンセプトとしてはまずこの形で、あのマーク2は行くという形ですね。はい、 99% 当たりまで。まだ 99% さすがです、はい、いや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 、なるほどね。で熊谷さん、これは例えばお客さんが欲しいって言ったら熊谷さん作ってくれるの？まあどうしてもって言われれば、期間は2週間から3週間はかかりますが。2週間から3週間はかかるの？材料がですね、あるかないかのことで。ああ、さっきの問題、昨今の事情がありますからね。なるほど。では材料が あればまず2週間から3週間で、あのご依頼から、まあ、お届けまでできると思いますよと、いうことですね。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございました。マルチグランピングテーブルのご紹介でございました。ありがとうございます。また改良版で、マルチグランピングテーブル、マーク2の次はマーク3ということで、どこが違うポイントかっていうと、ここですか？はい、そうです。ここ台が通過ありまして、はい、コンロを置きまして、コンロの代わりに今度はガスコンロ、はい、これを置いてやるというのがマーク3ですね、マルチグランピングテーブル。室内でも屋外でも、屋外でも屋内でも十分に楽しめるマルチグランピングテーブルです。